こんばんは、いちきです。今日は釣り具一番館、また来ました。また来たよ、釣り具一番館。なんでも買取アップキャンペーンが今度始まるので、私もちょっとロットとリールね、今日持ってきたんで、いくらぐらいになるのかちょっと楽しみですね。なんでも買取なんだ、 20% アップやってるらしいので、ちょっと売っていこう。そしてその売ったお金で、今ちょっと欲しいロットがあるんですよ。欲しいロットドリルがあるので、それもちょっといいのがあったら買えたらなと思うので、行ってみましょう。カメラマンは今日和平にお願いしてます。たまたまいたんで強制的に捕まえて、強制労働、強制労働ですじゃあ和平よろしく。はい、今日はね、はい、ちょっとロットドリルを取りに来たので、はい、査定お願いします。はい、ここでいいんですか？買い取りカウンター。買い取りカウンターです。キャンペーンをやるので、はい、まあ、ここから通常査定から 20% だって出せますので、最初に通常査定出せますので、それから 20% だとのお値段出せますので、はい、少々待ってください。よろしくお願いします。はい、終わりました、はい、査定が終わりました。行きましょう。ちなみに今日出したのはバンタムのロットとバンキッシュスピニングリールです。今回ですね、バンタムの16個を取ると16番キッシュの2000台というシリーズ、査定させていただいて、通常だと現金で2万5000円の買い取り価格になっております。あ、でも通常でも結構良くない？そうっすね。ね、ただですね、今回 20% アップキャンペーンなんで、はい、ただですね、2万5000円の 20% 入ります。3万円になりますねやばいよ店長、お店潰れちゃうよ。まあ大丈夫。大丈夫？うん、すごい。今だけこのぐらいになります、ね。はい。ぜひおいで。どうしよう。売ります。ありがとうございます。売ります。何でも買えちゃうよ。何でも買えますね。やった！ただこれを今3万じゃん。はい。これを地にして。いろいろ買っていこうかな。なんでここで買ってっちゃうよ。いろいろ買ってっちゃう。買ってっちゃう。久しぶりで来た、お宮。この間奈良島だけど、まずロットね、この間アルデバラン買ったじゃないですか。はい、それで家にね、使ってない ML があったんですよ。はい、ML でまあいいだろうと思って使ったらね、どうも柔らかすぎたさすがに。さすがに。だからちょっとね、 M 竿が今日は欲しいな。 M 竿と、まあ余裕があればヘビーロッド欲しいなっていう感じ。おそう、ロッドの量さ多いよね。すごいですね、竹林みたいになってます確かに、あ、そびえ立ってる。一応動画なんで喋ってもらっていいですかガチ選びしてるけど真剣に選んじゃってる。そうね、ユジャクラフト、あんじゃん何でそんなにっこり笑顔。あんじゃん。で、66の M、6M 8000円。安い。安いよね。リールだ。リール。あ、これ誰だ。なんか見たことあるマーク、ね。見たことあるマークだな。どっかで見た気がするんだよな、ね、俺も。ちょっと分かんないからするし。そうですね。リールがさ、めちゃくちゃある。この間も私アルデバラン買うときにさ、超悩んで。はい。
1時間ぐらいずっとかけるずっとやってましたね。ヘビーには16ポンドを巻きたいから、深溝がいい。1万5000円から2万ぐらいであれば一番いいんだけど、こんだけありますからね。めちゃくちゃあるね。でもメタミーム超安くない？1万4000円、1万5000円。バンタムどうよ？バンタム、あ、いいじゃないですかね。はい、適当じゃん。これ千島のも分かんないんで。ダイワ派？ダイワ派です。ダイワ派なの。はい、ちなみにダイワで言うと何が出るの？スティーズ。スティーズスティーズはちなみにさ、いくらぐらいするの？スティーズだよ。スティーズだと、だいたいここだと3万、4万しないぐらいです。持ってるね持ってるね、カズヘン。バンタも気になるんだよな、私。MGL ハイギア。OK。決まりました。決まった。から、サオだ。サオ。さらにさを破綻しちゃうよ最近さ全然釣れないの泣いちゃうよ本当に。あ、あんじゃん。あ、バンタム揃いで行こうと思ってちょっと探してたのさ、あった。またお目当てのが、うん、1770の H。これどうよ。これフルフッキングぶち抜き用ですね。フルフッキングぶち抜き用だよ。てか超綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。状態いいっすね、それ。ね、70って結構長いよね。長いですね。ユジットデザインの6点の H。おお。結構珍しいよね。6点じゃ結構扱いやすいんじゃないですか。あれ、そんな変わんない？5センチぐらい。長さ？ああ。グリップのエンドの方のグリップエンドの長さがさ結構違う。こっち結構短いの。ああ。こっち結構長い。バンタムちょっと長い。全然違うんだけど。バンタムの方が硬い。バンタムの方が柔らかい。柔らかい。なんで？バンタムの方が柔らかい。ほら全然違う。わかる？買おうよ。この違いわかる？バンタムで合わせるか結局バンタムで合わせようか。トータルコーデですからね。トータルコーディネートよ。いいじゃない。あ、糸。一番感は糸が安いで有名一番感名物ラインを。一番感名物はラインが安い。なんて言ってほしいですかいいねって言って。いいね。あ、ありがとうちょっとライン選んでもらっていいですか。あ、わかりました。すみません、ね、届いてないけどすっごい背伸びしてる。釣りそうだった。いや、見て安っ。 50% オフですか。本当にいつも感動するんだよこれ。16、いや一択でしょ。16一択。一択。じゃあ釣らないとよ、こんだけ買ってんだから。防具ばっか買って。そう、装備ばっか、はい、ありがとうございます。装備ばっか増えてね。何の超過も言われなかった。意味ない。いや、ぴったりすぎない。めっちゃしっくりきて。そりゃそうか。めっちゃぴったりなんだけど。しっくりきすぎた。しっくりきすぎた。これやばいね。ミノだな。この色はやばいよ。レイジャパのレベミノ。レイジャパのパールシャット。レイジャパのレベミノパールシャット。パーシャです。パーシャです。うん、言っとく？言っちゃいます？言っとく？
買ってんなぁ。ニコニコこれちょっとやばいな。やばい、頑張らんといけん。で、買い取りアップキャンペーンが、11月の14日から12月の、13日までやってるそうなんで、はあ、皆さんもぜひ、なんかね、使ってないリールとかアルアとかあったら、ぜひぜひ売りに出してみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、いやちょっと気分がいいのでこのまま終わりましょうか。はい、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあなー、レッツガチャ。逆マッチ、逆ぶっ壊すところだった今。反対に回ってた。よいしょズバン。お、お、すごいじゃん。え、すごいじゃん。持ってる、一気持ってるね。ほら、やっぱ下なんだよ、こういうのは。ヌドラだな。ヌドラで、うん、後藤まで。ありがとうございます。やったね、ゲットっすね。やってみるもんだね。これ4回やって4回後藤でした。マジで持ってないね。持ってないです。引き持ってな、その辺は。ありがとうございます。